燃料価格や卸電力取引市場の価格が高騰していることなどから、当社は今年度の連結決算において2年連続の純損失となる見通しであり、来年4月1日からの平均 32.94% の値上げを申請させていただきました。大幅な値上げ申請となり、大変心苦しい限りですが、何度もご理解を賜りますようお願いいたします。